ジェリー・ロイスターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身の、元プロ野球選手、野球監督。いとこに、グレッグ・ボーンとモー・ボーンがいる。アトランタ・ブレーブス時代1970年に、ロサンゼルス・ドジャースと契約。1973年にメジャーデビュー。その後、アトランタ・ブレーブス、サンディエゴ・パドレス、シカゴ・ホワイトソックス、ニューヨーク・ヤンキースと渡り歩き。 1988年にブレーブスで引退。ポジションはサードを中心に、セカンドショート、外野も守った。引退後、モントリオールエクスポズ参加のマイナーリーグの守備、走塁コーチ、コロラドロッキーズの三塁コーチなどを務めた。2002年、ミルウォーキーブルワーズのデイビー・ロープス監督の下で、ベンチコーチを務めていたが、4月18日、 開幕から3勝12敗の時点でロープスが解任されたため監督代行となった。4月30日に正式に監督となったが53勝94敗に終わり解任された。シーズン56勝106敗はチーム史上最低の成績だった。2003年からドジャースのマイナーリーグの内野コーディネーターを2年間。 2005年からドジャース参加トリプル A 級ラスベガスの監督を2年間務めた。2008年ロッテジャイアンツの監督に就任、韓国プロ野球初の外国人監督となった。同年は公式戦を69勝57敗の3位で終え、チームを9年ぶりにポストシーズンに導いた。2年目の2009年は公式戦を66勝67敗の4位で終え、 チームを2年連続のポストシーズン進出に導いたが、前年と同じく準プレイオフで敗退した。2009年10月、ロッテと契約期間1年で再契約し、2010年も指揮を取ることになった。公式戦4位で3年連続ポストシーズンに進出したものの、3年連続で準プレイオフで敗退し、2010年限りで退任となった。2012年、 ボストンレッドソックスの三塁ベースコーチに就任した。ありがとうございます。